記憶では話してない。いや絶対してないよ。ドライジェンもいろんな部があってさ、2ヶ月半で26キロ落として。すごい。山梨帰るよもう。FPT で。FPT。結果発表。新日本プロレスの高橋ひろむです。今日はなんとスペシャルな、いやスペシャルすぎるゲストの方が来てくれてます。高木慎吾選手です。ついに来ちゃったよ。いやついに来てくれましたよ。俺待ってました。いやいや待ってましたとか言うけどね、ちょっと今日集合時間遅れてんじゃないの。いやいや遅れてない。いやいや3分前です。大丈夫です。いやいや俺2分前だよ。3分前って言って2分前だったら食べたのが後じゃないですか。そしたらいやいやいや、ちょそんなことより、いやいやせっかく初めて呼ばれて、ちょっと YouTube ってなんか飯が食えるっていうから、なんか食レポでもすんのかなと思って気合入ってきたら、部屋飲みみたいな感じで用意されてるけど、いやもう見た目は高木さんが楽しんでもらえる企画って何かなって考えたときに、やっぱり高木さんイコール筋肉なんですよね。いやいやいや、LIGM もいろんな部があってさ、はい、サウナ部とかスタバ部とかあるけど、どっちかっていったら俺らはもうデブじゃない。高木さんもそっちに入れます？基本それ自分のものなんだ。そうなの。筋肉ですよ。高木さんって言ったらやっぱ筋肉。筋肉は好きだ。やっぱ筋肉イコールタンパク質じゃないですか。うん、間違いない、ね。タンパク質とってなんぼじゃないですか。うん、ということで、おお、ここにあるものを食べてぴったり 100g にした方が勝ち選手権。長い長い。タイトル長い。高木さんはどんな食べ物でも、タンパク質がどれぐらい入ってるのか分かるんじゃないかと。商品を見ただけで、あ、これは何グラムか分かるんじゃないか、うん、だから俺は逆にもう高木さんに勝負を挑みたいなと思いまして考えました。ということでルール説明をじゃあ改めて、はい、それぞれ1品ずつ食べていただいて、3品目まではその都度タンパク質を発表します、はい、うんうん、それ以降はその3品までを頼りに 100g ぴったりで目指してください。はい、はい、飲み物は、コップ1杯、調味料は大さじ、これ大さじ1杯、はい、1時間ぐらい前にあの朝ごはん食べたばっかりなんで食べちゃったんですか。いやいや結構100だったら、こんだけだったらすぐ行くんじゃないかな。いや思うんですよね。でもなんとなくもう目星はついてるというか、うん、ここでお茶碗1杯、タンパク質は 3.8g。 あ、そんな入ってんだ。いや早速1品目を何で最初から噛むの。ここも使われますから、ちゃんと。まあ、早速一品目からじゃあ選びましょうか、はい、高木さん。まあ、今日自分ちょっと遅刻しちゃったんで、うん、はい、2分じゃあ3分前に来た俺から。そうですね、1分早く来た高木さんからじゃあ選んでいただきます。俺なんかコンビニ行こうがどこ行こうが常に、あ、これ多分タンパク質このぐらいだなって一食で、確かにそうですよね、最低30ぐらい、で多くて50ぐらい取らなきゃと思って食ってるし、はいはいはい、一食でもう、うん、これ外したらね、俺もある山梨帰るよ。もう振りにしか聞こえなくなってきましたね、うん、もう山梨帰ってやるよ。高木さん山梨帰りますわ、うん、もうしょっちゅう帰ってるからね。いや勝ち行くからね完全に俺は。あ、いやいいですよ、うん、なんですかそれ。サバ缶。あ、サバ缶って結構入ってますよ、うん、今日俺水に食ってきたんで、だいたいまあこのグラム数正直俺分かってる。ずるんじゃないですか。いや俺生ハムちょっと徐々に攻めていきますわ。ちなみに隠してますからね、ちゃんと、まあ、ちゃんと隠してますから大丈夫ですよ。このサバ缶タンパク質ね 17g。 あー、まあまあいいとこでしょう。ちょっと自分でも、いやいいとこだと思いますよ。俺はちなみにこのハム、うん、10だと見てるんです。おお、あ、8か10なんですよ。まあ10にしとこうかなと。はい、10計算です。いただきます。いただきます。いただきます。電源合唱で浜口道場行ってる時から朝はサバ缶と納豆みたいなの未だに続けてるからね。そんなでもルーティーンですね。タンパク質取れたらいいっていう、うんうん、よし、おいし、ごちそうさまでした。生ハム、はい、お、多いな。多いですわ。多いな、意外と。サバ缶。はい。タンパク質29.5。やばいやばい。いや、そんな入ってるんですか。多いな。いや、なんか恥ずかしいな、俺間違いすぎて。あれだけ言っといて。やっぱ過剰摂取しすぎてるからやっぱトイレ近いのかな。あれだけ言っといて全然計算できてないですよ、高木さん。高木さんこれ下手したら3品で100いっちゃうんじゃないですか。ヒント。
最初の3種目で100いっちゃったらどうするんですかこれ。確かにでもその作戦もあるんですね。うん、人でヒント3つで90ぐらいもぐらいいっちゃったら、これ賞金、賞品はこれ一番最初に言うやつですもんね本来ちょっとちゃんと言ってよ、仕切りが悪い負けた方は激辛ペヤングの余りがまだ1個余ってるんで、おうおう、それやりましょうか。極激辛勝った時はどうなるの。確かに勝った時は、勝った時どうしますか。スタバじゃあ1万いきます。いきますか。結構やる気出ますね。あ、気合いなこの前高木さんに僕が解説席に入った日に、うん、朝スタバもらったんですよね。俺もびっくりしましたよ、うん、完全にワイドだと思いましたけどね。いえいえ、ちなみにあれワンモアだからワンモアの気持ちです。はい、ワオで、そのワイドを暴露されてこの野郎じゃあ、いきますか、2人目、はい、これまた俺からでいいのかな。もちろん、いや、これは俺もう勝ちに行きますわ、ね、ちょっと目の前にあるからだけどね、ちょっと思い出があるものがあって、牛丼で、牛丼並で、うん、あ、いいですよ。じゃあ、田崎さんが牛丼並を選ぶのであれば、うん、俺じゃあ、うどん行きますわ。おー、はい、俺は米派だから、ね、花丸うどん行きますよ、うん、お米大好きだから。でも今もう出ちゃってましたから今お米大好きだからって笑う前にこっち出ちゃってましたから今いやいや、お米のマークいやいや、お米のマークこれ知ります。お金じゃないよ、お米これは結構難しいです。これ家で米とかこうやって溶いてるんだからこうやって溶いてるんだからここ3本で混ぜてる、それのお米マークだよそれは知らなかったです俺。なんでね、吉野家の牛丼を選んだか、ちょっと一つそう話したいって言ってもね、浜口ジム時代ね、はい、内藤は小馬鹿にしたけど、あの浜口さん、アニマル浜口さんのおすすめで、ね、はい、ボディビル大会に出て、はい、初めて減量するとき、俺90キロぐらいから64キロぐらい落としたの。それはすごい。26キロ、2ヶ月半で26キロ落として、すごい。ポージングの練習する日に日焼けサウナ行ったら、俺なんか低血糖か脱水症状で俺失神しちゃって、え、倒れてて、何がすごいって、倒れたのにそのまま帰ればいいのに、復活したらもう一回、すみません、ちょっと今 寝ちゃってたんでもう一回日焼けスイッチつけてくれっつってえっつって、ああじゃあはいっつって、もう一回スイッチつけて、もう一回日焼けして、もったいないじゃない。いやいや、もったいないってだってなんか違う、それは倒れてたんすか。でその後に浜口さんのとこ行ったら、はい、いやもう高木なんか顔色悪いぞと、いやちょっと日焼けサウナで倒れてしまいましたです、ああもうじゃあ今日はダメだ、今日だけいいから好きなもん食えって、はい、その時食べたのがね、吉野家の牛丼で、世の中にこんなうまいものがあるのかと。ちなみに俺が最高、その減量前とかも食べた記録、これ嘘なしにもう持ってない、ね、盛るの好きだけど、いやいや俺は盛らないですけど、ね、盛らないで、特盛り食べて牛鮭定食食べて、特盛り食べて牛鮭定食食べて、で特盛り食べて牛鮭定食っていう3セット3セット強いですね。これ19歳の時食べて店員拍手したからね、うん、盛りました。持ってない持ってない本当に店員さん拍手しました。いや俺の記憶では拍手した。いやいや絶対してないよ波だから多分ね、これ 22g ぐらい。あー、これいいとこだと思いますよ、うん、卵いるじゃないですか、うん、ってなると卵1個どんぐらいだと思ってる。卵1個だって7ぐらい。おお、ね、結構リアルだね、うん、15で、うん、15予想です、はい、あの温泉卵が一番消化吸収とか一番いい。あ、これは出ました。生だとちょっとね、危険もあるけど、リスクもあるけど、はい、でゆで卵だとちょっと消化に時間があるけど、はい、温玉はね、温玉いいんですか。だからこの前、高木さん、パーキングで泊まった時に、うんうん、吉野家あったんですよで、自分と高木さん、吉野家行ったんですよ。そしたら高木さん、牛丼大盛りに、うん、温玉4つつけてたんです。そうそう、あ、牛皿定食に、なんか、うん、温玉4つ頼んでたんですよ。そうそうそう、で、あったあった、牛皿定食に温玉ついてきたんですよ、うんうん、そしたらその店員さんに、うん、なんか俺温玉4つなのになんか5つ来てんだけどみたいなクレームしたんですよ。クレームじゃないけどあ、卵ついてるね。あ、じゃあれは何て言ったかというと卵、はい、生卵が入ってたから、はい、この定食の生卵を言う温玉に変えてくんないみたいなこと言ってあ、そういうことで、あ、それは30円かかりますとか、その場で30円渡して、あ、出してました、うん、多分出して、いや、帰ろうって言ったらもう脅迫じゃない30円出しました、ちゃんと温玉5つ食べてました、食べたパーキングでびっくりしましたね、うん、もここまででレスラーなんだなっていうふうに。吉野家はでもレスラー全般好きだよね、うちの、ね、選手のなんか食べてるイメージがね。いや、吉野家あったら行きますもんね、パーキングは、うん、嬉しいですもんね。海外とか行った時もね。ああ、そうなんですよ、なんかねテンション上がりますよね。では、はい、発表します。はい、温玉かけ、
は 13.1。 おお、 13.1、 13.1 か。俺のまあ予想15だったんで、まあまあまあそんな狂ってないですわ。じゃあ俺の並丼は牛丼並みタンパク質 20g です。おお、いいとこいってるね。俺もうダメだ、50いってるじゃないですか。もう49だよ。そしたらこの肉だく牛カレーは結構ありますね。ということだね。だって肉だくっすし、これ俺30あるんじゃないかなってちょっと思っちゃいましたね今。スタバ1万円分っていうのを聞いてね、マジで勝ち行きたいからじゃあうーわ、本当に勝ち行ってますよね。あえてチキンサラダ、もうどうも 18g ぐらい。そう、いいとこですよ、うん、絶対。いやー、どうしよう。じゃあ俺ちょっとサラダサーモンいきますわ。おお、いいとこ行った。はい、18で。そんなないな。ないっすか。いや、でも小さいですもんね。14ぐらいじゃない。いや、18で。ほら、出てこないじゃん、まず。で、出そうとしたら、サーモンがね、崩れてくるんだよ、これ。いや、もうそう。いや、クレームじゃないんだけど、結構、あ、でもクレームですよね、絶対だって。そうね、出し方を綺麗にやらないと、真ん中ぐらいが切れちゃったりして。あ、でも、うまい。高木さん、雑なんですよ。雑なのか。綺麗にやれば、ほら、こうやって出てきますよ。雑かどうかですよね。ちゃんとこう出てくるんですよ。うん、綺麗に。That's right.いただきます。美味しかったっすわ。結構あると思うな。20あるかもしれない。サラダサーモン、タンパク質は 12.8g。 うわ、やば、少なかった。サラダチキンはタンパク質 22.8g です。何グラム予想してました？18。あー、いい線。まあまあいい線だね。いい線というか、タンさんの全部20超えてますね。18か22かなと思ってたから、現時点の合計がね。自分は3品で 36.9 です今。俺 71g。 マジですか。もうゴールするじゃないですか。もう肉だく牛カレー食べたらゴールしますよ、それ。圧倒的有利だねこれ。さあ、ここからガチです。じゃあいいですよ、武井さんから。じゃあ4品目を、よっしゃ。すいませんね、勝ちに行きますけど。いや、もう、それ1個いくんですか、2ついくんですか。いや、もちろん2つ。ああ、2ついくんですね。2つ。もうこれじゃまだ、これマジで勝ちにいってますね。まあ、よし。いや、俺マジでレスラー感見せるのも大事なのかなと。だからもう3パックいっちゃうもんね。おー、正直納豆なんとなく分かるんですけど、うん、納豆によって結構違くないですか。1個6だと考えて18です。あ、俺予想言ってなかったね。あ、そうですよね。2個で 12g。 はいはい。あ、でもこれはもう答えが言わないんじゃない。言わないですよ、もうここからはマジですから。やべ、計算できないな。俺もちょっとさっき足算ちょっと難しかったから出てこなかった。ヤングライオンの方にちゃんこまんあるじゃないですか。はいはい、はい、納豆の消費が半端じゃないんですよ。納豆を買いに行くのに何億コンビニしたか、本当に。俺の家も納豆、キムチ、卵とか常に入ってるな。そうなんです、納豆、卵、キムチの消費量半端じゃないですか、あの道場。5品目。はい、ちょっとね、つけ悪いなって時にとりあえず噛んでおきたいってもので、はいはい、よく食べていた。お、当たり目。はぁ、これも何やっぱタンパク質、まあ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 ちょっと少なめに。でもこれは夜も結構少ないと思います、意外と。気休めだな、これは 11g だな。おお、結構入ってますね。うん、11計算94ですよ。おお、これいきますわ俺。おお、勝負出たね。はい、うん、俺これ35ぐらいいくかな。そんなにいくか。肉だく牛カレーですもん。ってことは肉いっぱいみたいな。ってことですもんね。あ、波で20だったら30あるんじゃないかな。30予想で食べます。30予想だとしたら、うん、86になりますね俺。気休めでプロテインまで毎日飲んでる感じですね。気休めなんですか。気休めです。この YouTube 見てるね、プロレスラーもやっしゃる少年に言っとくけど、プロテインは気休めだ。これ大事ですよ、ポイントですよ。食事からとって気休めでプロテイン、うん、そうそう。11g って言ったけど、もうちょっとあるな。お、11じゃなくてやっぱ14はあるね。そんなあります。うん、だから俺これでもう多分97ぐらいで。
俺今86なんで、まあ、あと2品かな、うん、次のねラスト、あ、宣言しました、宣言、ラストかっこいいですね、ピタリだなこれ、なんやかんやピタリだと思うこれで、あ、それでピタリいきます、ゴールピタリ言ってなかったですけどピタリ賞だったら100万なんですよいや初めて聞いたんだけどもっと細かく計算するよとしたらピタリ賞だったらかなり大雑把にピタリ賞だったら100万らしいですよ、で俺に優しい抵当、あ、こういうのがねそそるね、そういう言葉好きですよね、うん、その抵当とか盗塁 34% 勝った、わあ、これ嬉しい、ありがたいですね、嬉しい俺はまだストップせずにあと14なんですよ、うん、で確か生ハムが確か11だったんですよ、ということはこのサラミこれいい線いってんじゃないかなと、うん、これ10でいきます、うん、これ10予想で、はい、6品終わって俺は96予想ですね、俺はもうさっきもうデザート食べたんで、ああ、まあ俺はFPT で、 FPT? FPT FPT って何ですか、フィニッシュプロテインタイム決まりましたフィニッシュプロテインタイム入りました、はい、あ、じゃあ高木さんは6品でフィニッシュプロテインタイムで、はい、分かりました、じゃあ俺は七島麺いきます、マヨネーズにタンパク質って入ってるんですか、卵入ってるから多分多少、いや俺絹豆腐にマヨネーズでいきますわパンにマヨネーズもありだった、ね、あ、もう食べたいの食べたら、絹豆腐にマヨネーズって意味わかんないですもんねもうなんかそれがもうすでに罰ゲームの始まりな気がするけどですよ、ね、いやでもなんか微調整をするんだったらこれぐらいのことしないとならない気がするんですよね、仮にしとくかな、下ラバにマヨネーズをかけて食べます、うん、予想は、予想は下ラバが3人、うん、マヨネーズが1、なるほど、でちょうど100です、お、マヨラーで何でも結構マヨネーズかけてたんだけど、なんかボディビルとかもやったりもしたからもうマヨネーズを冷蔵庫に置かないっていう、九州の方でね、あのたこ焼き屋でマヨタコも名物、マヨネーズたこ焼きを名物にしてるとこあって、美味しそうですね、すいませんマヨタコのマヨネーズ抜きですから怒られて逆にクレームやつって、逆にクレームじゃないですよ、うちの名物にマヨネーズなしってどういうこと言っとんやみたいな、クレームじゃないですよ、正しいですよ、その正しいの、その店員さんが正しいですよ、これでちょうど 100g です、俺はフィニッシュプロテインタイム、いや俺これ結構いい勝負なんじゃないかなと思いますよ、じゃあちょっと確認しましょうよ、もうオーバーしてもいいし、とにかく100に近い方が近い方ですね、ああ、うん、罰ゲームは激辛ペヤングで勝った方がスタバ1万円分、結果発表なんか全然違う声になっちゃいましたけどねモノマネ今のいや違います違います、オリジナルです、ヒロム式のオリジナルさん、オリジナルさん、とりあえずまあピタリ賞が出た可能性もありますからね、ピタリ賞100万ですから、ああまずピタリ賞が出たか出ないか、ピタリ賞は、え、マジですか、ピタリあった、まさか、いやあったかないかは、いやあったんじゃないですか、言いませんか、ああま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 あいいですよ、それはね、それはさすがにピタリはね、それはさすがにさすがに人気そだわる前にこっからですよ、うん、スタバ1万円手に入るか、うん、激辛ペヤングなのか、うん、ただ、お、誤差ニアピン賞がいい、そのニアピンは何グラムですか、1グラムか2グラムか、すいますね、お、100.2グラムです、え、マジですか、ほぼじゃあ100ってこと、すごくないですか、これは俺あるな、俺すごいな、これその人も俺かヒロムかどっちかもうミスタープロテインなのって言うんじゃない、いやそうですね、俺もう明日から阿部さんにミスタープロテインって言ってもらいます、ザ・ドラゴン並びにミスタープロテイン高木慎吾ーって、なんかこの動画出た以降はありですね、あるよね、出た後以降はありですよ、さあはい、その 100.2 です、でもそれ 100.2 ってことはほぼもういや、ストライクじゃないの、それは本当すごくないですか、ほぼほぼほぼもう正解だね、ほんと100万じゃないですか、もうはいはい、たーかー、あー、そこまで知らないか、
すげえ。マジで。ミスタープロテイン。俺がミスタープロテインだー。すごい。おお、すごくないですか。いや絶対。すごい。俺は筋肉、筋肉。ちなみに俺は。高木選手が。はい。取りすぎか。いやもう本当に取りすぎか。たった今日 6試合ですよね。自信満々で取りすぎか。だからトイレ近いんだな。で何がそんな豪語したんですか、ボギーさん。だって誰が間違えたのが当たり目です。え、あ、当たり目、当たり目がすごいんだ。じゃあ26。あー結構違いますね。当たり目のせいで。じゃあ当たり目、明日から筋肉とかプロテインの話もうやめてもらっていいですか。やばい、これもうミスタープロテインの称号手に入れたと思ってニヤニヤしてたのに。マジで当たり目にやられたか。 やった。いや楽しかったということで、じゃあこの辺でお開きとさせていただきます。渡辺さん忘れてないですか、なんかあの、うん、フィニッシュ YouTube。 罰ゲーム、罰ゲームあんのか。もうペヤングでも、もうそばでも何でも食いますけど。ペヤングですよ。ペヤング。そばじゃなくてペヤングです。ペヤング。はい。ペヤング持ってこい。ということで、第1回タンパク質勝利、ミスタープロテインは、高橋ロムでした。